おはようございます。ベースエンディング英語コーチの中尾正弘です。ビジネス英語をですね、いろいろ勉強する勉強方法であったりですとか、学習カリキュラム作成であったり、レッスンそれ自体であったり、そういったところをいろんな方とお会いするして話す、法人様もそうですし、お会いする中でやっぱり今までと同じような時間の使い方であったり、やり方でなんとか英語を急激に伸ばせないかっていうようなことをおっしゃる、ご相談される方もいらっしゃいます。でも、今までと同じようなやり方で、同じ場所で同じような考え方、同じようなやり方でやれば、当然今までと同じような結果が出るっていうことはもう明らかだと思います。ですので、いかにこう違うことを選択できるか、今までの同じ生活のリズムの中で果たしてそれができるのかどうか、それ自体を大きく変えなければならないのじゃないかという、気がしますというか、全くそれが必要だと思います。ですので、いかに自分がこれまでと違う選択ができるのか、そういったことっていうのはですね、考え方の癖でもあると思います。ですので、いかに自分の日々の行動を変えるかということで、いつもと違う場所に行ってみたり、いつもと違う人と一緒に、そうですね、ランチをしたり、話をしたり、ディスカッションしたり、今までと違う本を読んでみたり、今までと違うことをしてみたり、そういった本当のちょっとしたことから自分の考え方の癖、行動の癖、そうしていくことで今までと違う結果が少しずつこう出てくるなっていうのを実感しながら、勉強方法であったり、そうですね、生活のリズム自体を変えていっていただくことが意外と、大きな結果につながっていくのではないかと思います。もちろん短期的な視点ではなかなか難しいですけれども、自分の考え方を柔軟に変える、選択の幅を広げるっていうこと自体が、ただこう日常の小さなことだけではなくて、お仕事でのこう見る目であったり、学習の方法、意欲、内容であったり、付き合う人々であったり、そういったことがどんどんこう広がってきていくんじゃないかと思います。ですので、今までと同じことをしようとして違う結果を求めるのではなくて、もちろん当然の結果として違うことを選択することによって違う結果を出してほしいっていうことですね。もちろんこれまでの経験を含めて、それがより良い結果になるようにしていただければと思います。ということで、今日はですね、いつもと違う行動がいつもと違う自分ということで、お話しさせていただきました。それでは今週も頑張っていきましょう。